こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい。新しいのをね、今日から作っていくんですけれども、ちょっとですね、動画のね、感じをちょっと変えるかもしれないんですよね。あの、これまでですね、なんか、 一つで一動画だったんですけどあの制作過程のね結構もうちょっと隅々までにしてもう、うん、小分けにしてちょっとね本当に私の記録みたいな感じによりなるようにちょっと変えてみます一旦わ、うん、からないです面白くないかもしれないんですけど、まあ、そういう場合だとまたちょっと考えねばなりませんけどねということで今回は完成じゃなくて ちょっと何回か後に完成していく感じのが見れるって感じになるんですけど途中段階になります。で、いつものようにポイントの箇所はですねあのご紹介しますのでそういう感じのやり方は全然変わらないっていうに最後に完成品が見れるか見れないかっていうの違うって感じになります。 では今日もよろしくお願いします。ちょっとね、やり方変えたのはね、やっぱホットな感じの方がいいなって思って、ちょっとそっちを優先してみたやり方にしてみるって感じですね。はい。で、このようにですね、ちょっと今回、あ、そっか、今回何を作るかというと、あの、蹴りバッグにします。で以前、リーバッグの試作品みたいなことやったんですけど、あれ、ちょっと思う感じと違いましてね。 もうちょっと台形型に近い感じになるといいかなと思ってこのような生地をね、ちょっと使ったんですけど今回、ね、見てほしいのはこの生地の弱さ弱さというか崩れやすい生地の扱いみたいな感じですねこれね今まで見た中でちょっと一番やばい <laughs> 一番扱いにくい生地かなと思うんですねでこんな感じで余ったやつはね、袋にしまったりするといいかもしれなくてあまりいつまででも保管するの良くないなと思ったにもかかわらず結構長い間保管してしまったんですで、 裏地、あ、これ真地ですね。真地をちょっと割とガサゴソした固める感じのものにした方がいいなっていうのの工夫を一つしてみました。なので真地の色々の中でも柔らかいのじゃなくて、ちょっとあの、固めのゴワっとした感じにしてみます。そしてこの裏地は、前も出てきたやつなんですけど、ラメンツインクルサテンってやつで、あの、ナイロンが40%入ってるので、 この折り物ねこの表地と一緒じゃなくてニットのね真地を貼りますので黒色でねそこがちょっと違う種類の真地を貼るってことがまたこれもねあの裏地と表地とで一緒じゃないんだよっていう感じですねでこのようにねあのクッキングペーパーをちょっと利用しました細かいパーツはあのちょっとねラインが分かりにくくてあまりにもなので 縁をがあのラインをねあの決めてしまわずに荒立ちしてからクッキングペーパーシートを敷いてやりましたね大きいのはやっぱクッキングペーパー使えないですねなかなか使いにくいので、まあ、最初から荒立ちといってもあのちょっとはみ出る程度でね割と形通りに。 やりましたでこのさっき言ってたあのニット陣っていうのがこれですね不思議ですね織物なんだけどニット陣を使うっていう感じなのでねあの何も織物ニットで分けるんじゃないってことなんですよねあのナイロンが入ってるか伸びる中かね糸自体が伸びるものかどうかっていうのって結構大事な気がします私もねあの完全に解明されてないんですけどナイロンがね40%程度入ってるものだともう必ずあの織物織 オリジンでやるとですねあのシワシワってなっちゃうんでニット陣でやるんですねそれももう徹底してますねそうしないと台無しですもんねせっかくねでさっきの荒立ちしたやつっていうのはねこういう作業が後から出るからちょっと大変だなっていうとこはあります少しだけはみ出るのとねたくさんはみ出るのと結局カットするから一周じゃないかと思うかもしれないけど結構違いましてねやっぱりたくさんはみ出てるやつの方が時間かかるんですよね という感じですね。今回ちょっとね、あの、一度ケリーバッグみたいな感じ作ったものを、ケリーって呼ぶのってなんかもう、あの、某ブランドの特有の言葉なので、ちょっと違う名前に、ね、名前をね、後々つけていきたいなと思ってるんですけど、 まだ完成もしてないのに名前とかなんとか言ってられないので、とりあえず、ケリーとかいう言葉使っちゃうんですけど、要するにフラップがついたバッグですね。ハンドバッグです。なんかショルダーも何にもついてなくて、手でね、ちょんと持つ感じで、ちょっとお出かけとかですね、あの、なんか、お呼ばれにちょっとお出かけするとか、友達の家とかですね、ちょっとおめかしした時のハンドバッグっていう感じの,あのイメージです。で 今回ですね、これね、生地ストックものでしてね、あの縦の長さが短かったので、こ長いやつなので横向きにね、裁断したんですね。まあ、こういうツイードの生地なのでこ、あんまり問題はないんですけどね、で、縦と横の伸び方とかもあんまり気にしなくていいような感じなので、まあ、それは洋服と違ってちょっとバッグではあのやって大丈夫な時もあるかなって感じですね。こんな感じのパーツが本体の底部分と、 あの本体ともあの蓋と全部つながってるやつなんですねで折りたたんで3つのパーツを作っていく感じになるんですねこういうのをなんか切りばく台形に形作られるのっていうのはですねまっすぐの長方形では全然ダメで前作った時にわからなかったから長方形で作っちゃったんですけどこれね斜めになってるんですよ実はね緩やかな斜めの台形に近いような線を描く感じの ものになってるんですちょっと船形に近い感じになってますねはいんで余った分のこん今回そうなんですけどあの蹴り系は形作らねばなりませんのでハード厚人の方を作っていきますいつもハード薄陣ですけどねハード厚人を使っていくんですねでこれぐらいのパーツ少ないですけどね簡単なやつな簡単っていうこともないけど単純なのであのパーツの数は少ないんですよねでさっきの変な形のやつは横の側面の部分ですね あれを作りますで蛇腹と呼ばれるような感じにするやり方もあるかもしれないんですけどあまりにも中にポコンって出るのって実際使い勝手って悪いんですよねなのでちょっと反る反,反って中にぐるんとちょっとだけ入り込むだけの感じにしたいと思いましてでそこにはハード薄陣ですこの今ねこれやってるパーツはハード薄腎を貼るやつなんですね。 でさっきの側面の部分もハード薄陣でいくんです。あの、厚腎まではちょっとね、あの、やらないですね。ちょっと融通が利くようにしたくて。で、その他のパーツ、これは何かというと、取っ手のサイド、両サイド同じパーツはそれで、八角形の前にあの違うデザインでやったやつを取り入れてます。で、この、1、2、3、5 6、6、六角形のフォームベースみたいな似たやつは、あるいはですね、あのい、フラップの先っちょにつける、そこに、あの、 ひねり状をつけてですね留め具にするところの箇所に別でつけて先端をちょこんとさせてやるんですねそういうやり方のデザインにしてみる感じになりますちょっと出来上がらないといイメージ湧きませんよね私もどんな形に出来上がるのかすごい楽しみでもうあの初めてなので じゃあ今回はですね、この生地でこんな,なんかキラキラ宝石みたいな生地でやっていくんだよってだけどめちゃくちゃ壊れやすい感じもするねっていうところをねちょっと見てもらいましたどんな風に出来上がっていくかをねまた引き続きお楽しみにどうぞではどうもありがとうございました <laughs>